らが鬼神会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだがな。頭純はわしのことや。ただ大手すぐやけど、お別れ言うことになるな。それが西谷の命令か。てっきり本人がやる気なんだと思ってた。親父がその気でもわしらが見過ごせんのや。あの人は近江連合の大幹部やで。あんた相手にすんのは危険すぎる。せやろが、桐生一馬。その男ならもう死んだ。ほな何度でも殺したるわい。ここが分かったな。俺らもずっと大阪中網張ってましたんで、ここにいる鬼神会みんな湾岸近くのある場所から来ております。多分西谷会長もそこにいるかと。おい待てよ、それが分かってんならここはもう車でずらかりゃいい。ええやないですか。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ。誰が雑魚や。
案外ええバディと。それよりいいのか、立場上まず。せやから顔隠し、それに西谷会長さえ短期決戦で行ったら。するのは西谷の居所掴んだのも今日こそ西谷と蹴りつけたろ言うて。そうか俺の方はいつでも行け。よし、行くか。ありがとう。Always a car scene in every game. Kiryu さん、西谷会長は人言派の出です。人言派。昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの荒野メンバーとはチリジリになって、西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で、持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ、近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、貴人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが、いっちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが道島の竜と知ったんで、えらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んだぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は何度だって死んでやるさ。それは沖縄の子供たちを守るためちゅうことで。あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼を。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。あの倉庫の奥にあんのが貴人会のアジトです。元は近江連合のフロントが管理して。お前は初めての場所やねえのかお互い小細工は掴んで。西谷会長の部屋はあそこの際。作戦は正面から教える。邪魔する奴はぶち。他は流れ。悪くねえ作戦だ確か西谷はお前にとって関西極道の鏡だったの。憧れたもんの上を行くんが、いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これからやんのが勝ち込みじゃなきゃ やっと来たかよ桐生。こんだけ人からコケにされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや貴人会。せやな、上流。ああ。うちの番だ。Oh!
ここがどこだか分かっとるんか、おら。よく可愛がった後に沈めたるわ。塞ぎおって。おれ。まだまだ暴れとりんの。ガンガン行っとりましょう。
がったか。なかなかやるみたいやが、ここまでや。けんなやボケ、それ以上は生かさへんで。悪いな。ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。
白、火だ。火つけとるんは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。鶴なら、あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たな、お二人さん。そっちの犯人や。それでごまかせてるつもりかよ、獅子堂。さすが、英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合って、お前らに何のメリットがある。メリットの話で言うたら、キャッスルはありがたくいただきました。鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら渡瀬組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか。しかも桐生一馬が生きてたこととはつながんねえ。なあ桐生、あんたももういいだろう。顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。獅子だ、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見といきますわ。お前桐生とはどういう関係なんだ。獅子だ、鶴野も一枚噛んでたらな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。あ、これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつは仕事だ。だからこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきりケリがついてない。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。くれ。
キリュウさん、こっから外に出れます。分かった、低下せ、西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて、西谷には俺が。よっしゃ、これで。お前、何を。なんで西谷に生かしとくんです。殺した方が楽に決まっとる。だが、するのは。ジャカシ、もう済んだことや。それに、鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。するな、てめえ。最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった、あの西谷っちゅうんは。何。昔俺の射程で組から逃げた若いのがおりましてな、賊上がりで、まだ二十歳くらいのやんちゃ坊主でした。組を無断で抜けるんは確かに重罪や。簡単に許してたら他に示しがつかんけど、相手はガキや。じっと探すふりだけして、俺は見逃すつもりやった。何があった。俺が放免したそのガキを西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのに、どっから聞きつけたんか。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で、知らせを聞いて俺が駆けつけた時にはもう生爪剥がしたり、鼻を削いだり、刺した腹の傷いちいち火で炙って、西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。もう助かりようもない。そのガキは山に生き埋めにされようとしてた。せやから俺はガキの頭に銃でとどめさしたった。もう苦しまんで済むように。俺もあの会長にはよういたぶられました。鬼神会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。
その時会長はさっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。俺は極道を解散させるっちゅう親父の話を聞いてすぐに賛成しました。けどその訳はあの人らみたいに小難しい理屈やない。極道が滅びなあかん理由は他にもあるんとちゃいまっか。西谷みたいな外道をのさばらせるくらいならとっとと消えた方がええ。騙し討ちで人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけかっこしてみよう思うても所詮同じ穴のムジナや。よっしゃみんなご苦労やった。鬼人会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。上流、先ほど鶴野さんから連三代目西谷誉は鶴野はええ近江連合の会その最も確実な方法はそれを望まないのはそうだ。近江連合と東条会を同時に解散。西谷の死はより大きな犠牲を出さないために天下国家を語る連中はかもしれん。鬼人会は殺し屋の元締めのような組です。彼の犠牲が役立つなら、少なくとも理解はする。彼らは組織で万単位を束ねる立場。例えば今回の件を知って答えは鶴野に聞いていたのなら、とにかく近江の解散を前、あとは渡瀬の出所を待って極道のか、あなたも一旦想定、また渡瀬が出所する前日に寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。今夜はお疲れでしょう。よし、開いた。
いらっしゃいませ。